ドラムスクールの森谷です。本日はツーバスコンビネーションですよね。よくラウド系とかで使われるような低2発足2発のコンビネーションとか低4発足2発のコンビネーションっていうのを今日は、練習をしていきたいと思います。まあなんかそのフレーズやってもなかなか綺麗につながらないとかちょっと苦手だっていう人が多いんで、まあこんなやり方をしたら綺麗につなげれるようになるんじゃないかなっていうお話をさせていただきたいなと思います。このフレーズって手から始まることが多いんですよ。高どこ高どこ、このっていうような感じとか、低4発足2発やったらこうで、その手から始まることが多いんですけど、手から始まるとなんかね、このリズムをリードするのがまあ言ったら右手になるんで、なんかねギュッとしちゃうんですよね。でギュッとなってなかなか綺麗につながってることを気づかず叩いちゃったりするんですよ。こうドゥルンドゥルンみたいな感じでなんかちょっとギュッてなっちゃったりするんで、これをやったら綺麗につながるんじゃないか、その位置が足からスタートしてみるみたいな感じでやってみる。だし低2発足2発の場合を足2発低2発の順番、このこれが綺麗につながらない理由っていうのが、最後の左足タタッから右手につながる時がなかなか綺麗につながらないっていうことが多いんで、足から始まってパッパ、ここのここをしっかりと綺麗につなげれると、なんか手から始まってもなんかいい感じになりますね。これね、苦手な人やってみると結構そうだと思うんですけど、手から始まるより足から始まる方がむずいっていう人とか、なんかリズムが途中でひっくり返っちゃうっていうのがあるんで、口でカウントしながらね、どこたか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 っていうのをこうは。もしくは、4つは。さらに低4発足2発も足からドドタタタタドドタタタタっていう感じで練習をしてみる。こうつなげたコンビネーションで664みたいな、タカタカどこタカタカどこタカどこみたいな、なんかシムのキリングミーの、フレーズとかなんかこんな感じですね。こうみたいなフレーズだったと思うんですけど、なんかこの中で低4発足2発と低2発足2発が組み合わさったリズムっていうのが使われるんで、まあ、これをきれいにつなげるためにも足からスタートするみたいな、足2発低4発っていうのを2回繰り返して、足2発低2発どこたかたかどこたかたかどこたか、聞かせられるんじゃないかのコツその2っていうのが、左手にちょっとアクセントを加えると綺麗につながってるように聞こえます。このパターンで右手から始める人が多いと思うんですけど、こうなんかね、音のバランスがダカドコダカドコみたいな感じで、なんかこう強から弱に向けてこう一直線になっちゃうんですよ。ダカドグダカドグ、なんかすごくこうなんていうの、こうムラがあるような感じになるんで、タタドドタタドドを、左の方をちょっとだけ強くするみたいな。足もそうです、足もこっちをできるだけこう
るように聞こえるじゃないですか。この右手アクセントだけにするとこ、ドゥルン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 っていう感じよりかは左の方をちょっとアクセントすることによってなんか結構ずっとつながってるように聞こえるというか、なんかそっちの方を意識すると良くなるかなと思いますかね。低音発足二発の場合もタカタカ、このあるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日はこの2000円をお送りさせていただきます。また思いついたらちょっとあのレッスン動画として、配信させていただきますので、よかったらご覧ください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。